はい、皆さん、こんにちは。ゼヒコです。それでは、今回なんですけども、LINEPay のキャッシュレスセミナーに参加してみた、LINEPay やキャッシュレスのメリットなどということで、まあ、先日なんですけども、LINE の福岡のオフィスにて、LINEPay に関するキャッシュレスセミナーというのが開催されるということでしたので、今回は参加をさせていただきました。まず結論から申しますと、結構楽しかったです。言った感想としては。内容に関しては、これからキャッシュレスを始める人向けだったんですが、僕も普段はキャッシュレスの発信をしている身なので、改めてすごい勉強になることもありました。ちなみに今回の YouTube の動画や使用をする、まあ、写真に関しては、担当者の方より一応許可をいただいてます。ありがとうございます。そして早速学んだことをですね、一部抜粋してお伝えしたいと思うんですけども、もしキャッシュレスを現在も使っている方がいましたら、まあおさらいがあったら聞いてみてください。ということで、まあキャッシュレスの、まあ、推進理由ということですね、まあ国がなんでこんなにキャッシュレスを進めるのかというと、まあこのような風になってます。まあ現金の管理コストを削減するであったりとか、あとは生産性向上ですね、まあ無駄な作業を減らすということ、あとはその現金の跡が残らないようにするために、まあデジタル化することによって、まあ決済の履歴を管理することができるということですね。まあいわゆる脱税防止みたいなものになってます。あとはその決済のデータを利活用するということで、例えばその決済するデータを取った上で、まあお店側がですね、その購買活用にこんな商品をおすすめするようにできるとか、お客さんがどんなものを買うのかなっていう風なデータが取れることができるっていうのがめちゃめちゃ大きいんですよね。そしてこのキャッシュレスを始める理由というのが、まずこの国の施策ですね。まあ10月から増税で消費税が上がるんですけども、 3% から 5% のポイント還元をしましょうという施策があります。なので普通に現金を使うというよりかはキャッシュレスを使った方がお得ですよということですね。あとは、まあ、現在はその様々なキャッシュレスの事業者っていうのはキャンペーンをやってるんですよ。なので企業側からしたら、まあ、いかにそのキャッシュレス、この決済の方法を使ってくれる人を増やすかっていう投資のタイミングなので、まあ、もしその利用者がこれからもどんどん増えていくとなると、あの投資をする必要っていうのがなくなるので、まあ、本当使うなら本当に今のタイミングがいいのかなというふうに思います。そしてこの LINEPay のセキュリティなんですが、まあ、国際的なコンプライアンスに準拠し、まあ、安全で、まあ、信頼性の高いサービスであるということ、そして LINEPay っていうのは、まあ、6桁の専用パスワードでも設定ができると、まあ、あの iPhone X とか XS の場合っていうのは、まあ、Face ID とかでもまあ設定はできます。あとはそのリアルタイムにメッセージが通知されるということで、まあ、いくらいくら使ってますよっていう、まあ、実際 LINEPay 使われてる方ではイメージできると思うんですけども、あのいくらいくらチャージされたとか使ったっていうのが LINEPay だとメッセージで通知されるので、まあ、それがかなり便利だなと。あとは24時間365日友人でモニタリングをしているということなので、もし何かあった時も対応がすぐしてくれるということですね。あとはこの利用者保証制度ということが、まあ、あって、一応10万円まで保証はありますよということですね。なのでこのセキュリティの面としてもかなりしっかりしているので、 LINEPay も安心して使えるということですね。そして最後にちょっとだけ LINE 福岡の写真をお見せしたいと思います。一応写真の許可もいただいてますので、今からパパッと見せていきます。まずこれが受付の待合室ですね。まあ、結構おしゃれですね。そして入り口がこんな感じ。そして、まあ、入ってみても、まあ、おしゃれでしたね。まあ、この中に LINEPay が使える自動販売機やカフェもあったりして、かなり居心地のいい空間でしたね。ここは多分、まあ、LINE で働いてる方の、まあ、休憩室のような感じだと思います。ちなみに、ここでセミナーがあった場所なんですけども、これはもうセミナーが終わった後でしたが、まあ、多分、まあ、20人ちょっとは来てたかなと思います。まあ、平日の昼間なのに、思ったより結構いてて、僕もびっくりしましたね。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。キャッシュレスセミナーという、まあ、貴重な体験をさせていただいたので、まあ、これからも僕も YouTube で発信する意欲っていうのはかなり高まりましたね。ということで、この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、あとは Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。